弊社ブルーレイインクと申します。よろしくお願いします。こちらのアルティメーカーというオランダの3D プリンターのメーカーになっております。でこちらの機種が S7 という機種で、つい先日発売したばかりの新機種になっております。で大きな特徴としましては、こちら、プリンター本体なんですけれども、こちらと、この上部この部分ですね、エアマネージャーという、ハードウェアが一体になっております。でこれがつくことによって、FDM 印刷時に発生する、人体に有害な微粒子とかをフィルタリングすることによって、安全にお使いいただけます。そしてあと、庫内の温度を一定化させることによって、造形物の、成果が非常に安定しますというところが非常に大きなポイントです。で次に、このプレートなんですけれども、このプレートにこの、成形物が、出来上がるんですけれども、従来はガラスのプレートを使っていました。で今回からこのマグネットのプレートを採用しまして、従来のガラスプレートの場合ですと、成形終わった後にこう刃物を使って剥がすっていう作業があったんですけれども、このプレート非常にこう柔らかい素材になってまして、終わった後にこうパキッとこう曲げると簡単に成形物が取れるということで、非常に、効率よく印刷ができます。で最後にこの、マテリアルステーションなんですけれども、こちらが最大で、6個、フィラメントが、搭載できまして、途中でこうフィラメントがなくなっても、自動でこう交換してくれるっていう非常に優れた機能です。